なおも攻撃の余裕があるジャイアンツは6回に阿部のタイムリーツーベース、そして7回には井端の今季初勝ちで2点を追加、さらに4番亀井もタイムリーが飛び出し先発全員安打で大量2人の得点を挙げます。8回には移籍後初登板のヤンキーが三者凡退を抑える好投を見せます。15安打、今季最多タイの11得点と打線が爆発し快勝したジャイアンツ、今季2度目の5連勝です。という広沢さん、はい、サービスの試合だったんですが、ジャイアンツにとってはオールスター前最後の本拠地東京ドームの試合、はい、2連勝できました。今日の見どころを教えてください。まあ、単純に言いますと5万回言いますので、その2位のタイガースの3連勝できる、タイガースはそれを阻止することができる、これがまあ見どころになりますよね。この一勝、そして続くの最終戦大きいですよね、はい、その中で広沢さん、どういうことになるでしょうか。タイガースが終わったという左ピッチャーなので、はい、どうしてもやっぱり左バッターのイベントが出てくるのでね、まあ、亀井ランナーを打って亀井がどういうバッティングができるかどうかで勝敗が決まるという形ですね。連日84ぐらいジャイアンツ4番打者に座った亀井選手、はい、タイムリーヒットを打てるかどうか、うん、これにかかることになりましたね。期待したいと思います。さあ、そして今日のレジェンドシートの伝統一戦ということで、広沢さんともお二方タイガースの森金本智明さん、はい、ダブル解説なんですね。本当に私もね、楽しみにしてます。実は1年後ですね、タイガースの森とレジェンドシート、ちなみにそうですね、私がジャイアンツタイガースのタイガースのタイガースの私が勝ったらちょっと覚えてません。はい、進めます。じゃあぜひ今日も盛り上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。試合は14時プレーボールです。ここは僕、西区に警護する IMG アカリのエアメイドスタンフォード大学と目覚めた中国運動の枠を研究しています。エアメイドは専門の研究をしています。ザ・クリエイティスリーエアメイド全てを見直した贅沢な実践、触れたら無駄な声を近くに便利、セブンイレブンです。本当に美味しいウインナーを決めるのに難しい理屈はいらない、全ての先入観を捨てて、ただ食べてみればいい。ここ深みのある日、ザ・グランドアキスマホを持つあなたにエキサイトシートで感染のチャンス、アットホーム。